皆さん、こんにちは。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。みっちです。はい。今日はですね、中国語で中国語という表現がですね、何通りかあるので、そちらの方の表現の練習と、あとはですね、私はこのように思います。なので、いついつから何々をしたいと思います。とかっていうふうなですね、会話をするときに必要になってくる表現っていうのをちょっと練習してみたいと思います。で、読み合わせの練習をした後に少し説明をさせていただいて、応用練習っていうような形で考えております。さあ、それでは一緒に大きい声でいきましょう。3、2、1、スタート。我现在在学的是海。我现在在学的是普通话。普通话。中国有。中国有。很多方言。很多方言，比方说广东话，比方说广东话，上海话，上海话，潮州话等等，潮州话等等，我认为。我认为中文只有每天都，中文只有每天都努力的练习，努力的练习才能学好，才能学好，所以从明年起。所以从明年起，我要每天还，我要每天练习说汉语，练习说汉语。はい、それではまずはじめに中国語という表現なんですけども、何通りかあるんですけども、今日出てきたのが普通話だとかですね、中文とかですね、汉语という表現があります。さあ、そしたら表現の方の説明させていただきますね。まずはじめにこちらです。我现在在学的是普通话。我现在、私は今、在でプラス動詞で、だしでですね、私が今何々しているのは何々ですっていうような文になります。なので、私が今飲んでいるのはコーヒーですよって言うんであれば、どういうふうになると思いますか？私が今飲んでいるのはコーヒーなんですよっていうふうに言う場合、よろしいですか？正解は、我现在在喝的是咖啡というふうになります。じゃあ、私が今飲んでいるのはコーヒーです、言ってみましょう。我现在在喝的是海。我现在在喝的是咖啡。はい、咖啡。はい、次行ってみましょう。次はこちらです。中国有很多方言。はい、方言って日本語の漢字と同じでですね、方言って意味になるんですけども、どこどこに何々かありますよっていうふうに言う場合にはですね、場所、有で、ものになります。で、很多っていうのがですね、たくさんって意味になるんですけども、じゃあこれはどういうふうに言ったらいいでしょう。机の上にはたくさん本があります。机の上にはたくさん本があります。さあ、中国語で何て言ったらいいでしょうか。よろしいですか？正解は、桌子上有很多書っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、そちらも練習してみましょう。桌子上有很多書。はい。桌子上有很多書。はい。逆に、じゃあ、これはどういうふうになると思いますか？冷蔵庫の中にはあまり物がありませんっていうふうに言いたいんですけども、冷蔵庫の中にはあまり物がありません。ヒントは、很多ってたくさんっていう意味なんですけども、逆に、很少を使っていただくと、あまり何々がありませんっていうような意味になります。よろしいですか？正解は、冰箱里有很少东西っていうふうに言っていただければ OK です。じゃあ、こちらも一緒に練習しましょう。冰箱里有很少东西。冰箱里有很少东西。はい。次行ってみましょう。こちらです。
be functional。 で、例えばっていうの意味になります。で、A、B、C で、などなどっていうふうに言う場合には、だんだんという単語をつけていただいて、be functional、A、B、C、だんだんっていうふうに言っていただければですね、例えば A や B や C やなどなどっていうのは意味になります。はい、次行ってみましょう。次はこちらです。我认为。で、まずはじめにこちらなんですけども、私は以下のような意見ですっていう意味になります。なので、どのような意見かっていうと、中文、中国語っていうのは、只有每天都努力的练习才能学好。学好で習得するだとかですね、マスターするって意味なんですけども、中国語っていうのは毎日努力だ、一生懸命と練習、練習をしていただけると才能学好、やっと習得できますよっていう意味になります。ここでポイントがいくつかあるんですけども、只有何々才何々で、何々をしてやっと何々ができるっていう意味になります。あとは努力でですね、努力するって意味なんですけども、努力してとかですね、一生懸命とっていうふうに言う場合にはですね、努力だっていうふうにしていただけると、一生懸命とっていう意味になります。じゃあ努力だ練習で、一生懸命練習するって意味なんですけれども、一生懸命働くっていうんであればどういうふうになると思いますか？一生懸命働く、はい、一生懸命働くは努力だ工作っていうふうに言っていただければ OK です。いってみましょう。努力だ工作、はい、努力的工作、はい。あとは认为で、私は以下のような意見なんですっていう意味なんですけれども、これに似てる表現で気をつけていただきたいのがですね、以為という表現もあります。こちらはてっきり何々かと思ったっていう意味になります。はい、次行ってみましょう。次はこちらです。はい、所以で、なのでっていう意味になります。で、こちらよく使われるのが因為、所以というですね、決まり文句なんですけども、因为、なぜならば、所以、点点点、原因は何々なので、なので何々ですっていうような表現の時よく使われるので、因为、所以でセットで覚えてしまいましょう。因为、所以、はい、因为、所以、はい、原因が何々なので、したがって何々ですっていうような表現になります。で、所以、从明年起、从いついつちで、いついつからっていう意味になります。なので、明日からって読んであればどういう風になると思いますか？从明年起で、来年からって意味なんですけども、明日からって読んであればよろしいですか？明日からって読んであれば、从明天起という風に言っていただければ OK です。じゃあ明日からっていうのを練習しましょう。从明天起、はい、从明天起、はい。で、なので、なので、明日から何をするかっていうと、我要每天で、毎日。で、毎日何をするかっていうと、練習说汉语。はい。練習说汉语。で、練習をします。何の練習をするかっていうと、说話す。何を話す練習かっていうと、中国語。なので、中国語のスピーキングの練習をします。または、中国語を話す練習をします。って意味になります。はい。何々をする練習っていうふうに言う場合には、練習プラス動詞を使っていただければ OK です。なので、ピアノを弾く練習っていうんであればどういうふうになると思いますか？ピアノを弾く練習。よろしいですか？ピアノを弾く練習っていうのは中国で、練習弾钢琴というふうに言っていただければ OK です。じゃあ、ピアノを弾く練習行ってみましょう。練習弾钢琴。練習弾钢琴。はい、以上でですね、予定していた範囲は全て終了になるんですけれども、はい、ちなみにこちらの表現はですね、僕はインターネットでオンライン中国語レッスンを行ってます。なので、こちらの表現などを使ってですね、実際にですね、僕のレッスンを受けていただけると、こちらの表現を使って会話を進めていくっていうような形になってるんですけども、はい、実は英会話、中国語、スペイン語のレッスンをですね、オンラインで行ってます。なので、はい、こちらに僕のホームページのアドレスが出てるんですけども、もしご興味がありましたら、僕のホームページにアクセスしてお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。早朝5時からレッスンを受講していただくことができまして、で、カップルやご家族で受講していただいても1人分の料金っていうような形になってます。あとはですね、僕のオンライン教室は料金の方が後払いになってますので、生徒さんに安心してレッスンを受けていただけるようになっております。はい、それではですね、皆さん今日もどうもありがとうございました。それではまた後で、再见。